それではブハリアキール選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を終えての率直な感想を聞かせください。はい、今日の試合はクルーザー級ヘビー級で活躍していた谷川聖也選手が相手 で谷川選手はヘビー級クルーザー級ですごく大きい外国人選手だったので、まあ、この階級じゃパワーで負けるはずがないって試合前言っていて、で僕もパワーで何も負けないって言っていて、そのパワー対決を見せたいなっていう思いで臨んだ試合だったので、まあ、谷川選手もさすがクルーザー級でやっていただけあってすごいパワーあったんですけど、まあ、2回ダウン奪って僕のパワーを見せれた試合かなって思います。次ご質問いかがでしょうか。1ラウンドにちょっと効かされたパンチあったと思うんですけど、それパンチは効かなかったですね。それよりちょっと最初のローブローがちょっと苦しくてっていうのありましたね。まあ、実際、準決勝これでパスして、はい、まあ、決勝、ご希望だった神保選手と当たりますけども、はい、そこに向けてはいかがですか。そうですね、さっきリングサイドで神保選手、ヨハン選手の試合見たときに、ヨハン選手がやっぱかなり強かったんでちょっとヒヤヒヤしながら見てたんですけど、まあ、神保選手勝ってくれたんで、まあ、これで僕は3年間言い続けてきた、もう神保選手に負けて初めて負けて、でその後ジュリオ選手に負けて2連敗で、そこから2連勝負けなしで今5連勝で、ようやくリベンジすべき神保選手の元にたどり着いたっていう思いなんで、しかもその舞台が初代クラッシュのミドル級王者を決めるっていう舞台で、自分が一番リベンジしたかった相手にリベンジできるのですごい楽しみです。今日の試合を見て その神保選手への、なんていうんですかね、自信のほどっていうのはいかがですか。そうですね、今日の試合を見てもその前からももう神保選手に負けた時の自分って今の別人は今の自分っていうのは別人だっていうのは自分も思うし、見てる人もみんなそれ一番分かってくれてるはずなので、すごい自信があります。はい、どうですか。他がいかがでしょうか。結構まあ相手の攻撃受けて受けてみたいな試合になりましたけど、はい、そこからもう、取り返せるみたいな手応えというのは今日感じながらやってたんですか。そうですね、谷川選手未知なのでこの階級においてどれぐらいかっていうのが、なので最初ちょっと受けてみようと思って、最初受けてあこれぐらいなら全然受けれるなと思って、谷川選手もやっぱり突進力かなりあったので受けながら自分の距離とタイミング狙ってパンチ打ち込もうって待ってた形ですね。他いかがでしょうか。それでは最後に6月に向けて意気込みとファンに向けてのメッセージをお願いいたします。はい、6月自分の望んでいた、待望のリベンジ戦がクラッシュ初代ミドル級王座決定トーナメント決勝戦で決まったので、本当派手な KO で、これがミドル級っていうのは本当にパワーもスピードも一番兼ね備えたすごい面白い階級なので、そこでその中で僕が今日やっぱ特にこのクラッシュ戦線にいる選手の中で間違いなく一番パワーあるっていうのを今日改めて証明できたので、そのパワーで神保選手を必ず KO するんで楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。はい、それでは神保勝也選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての率直な感想を聞かせください。そうですね、いや反省なんですけど、まあ、6月のための温存です。それでは対戦相手のヨハン選手とは以前戦ったこともあると思うんですけども、まあ、前と比べて違いなどありましたら教えてください。そうですね、ヨハンはスパーとかやってた時期があったんで、まあ、手が読まれてるなっていう感じで正直やりづらかったです。はい、ご質問いかがでしょうか。試合後マスパーみたいな試合って言われてましたけども、なんですかね、全力で打ち込むことはできなかったって感じですか。いやもう全力で打ってるんですけど、やっぱパンチとか普段やってたんで、やっぱ軌道とか全部読まれてるんで、どうやったらどう対策するとかも全部分かられてたんで、だから自分の中でもやりづらかったですね、そこは。まあ、で、決勝の相手がブハリ選手になりました。まだ試合は見られてないですよね、前の試合だったので。そうですね、見てないですね。はいはい。なったことについてはいかがですか。まあでも向こうは死ぬ気でリベンジしに来ると思うんで、俺のことこっちも死ぬ気でやり返すだけなんで、この次行きます。今回の今日の試合踏まえて決勝に向けて思うことっていうのは。まあ今回の試合は温存なんで6月爆発させます。わかりました。はい、ありがとうございます。ご質問いかがでしょうか。まあ、今のブハリ選手とやったらどんな展開になりそうですかね。まあ絶対 KO 決着になるなって、向こうパワーあるんで、まあ、そのパワーで来てもらって、もう何十倍返しで倒してやろうかなと思ってます。他ご質問いかがでしょうか。
それでは、6月に向けての意気込みとファンに向けてのメッセージをお願いいたします。自分連敗続いて、まあ、ここからなんで必ず這い上がるんで6月楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了させていただきます。